こんにちは、ゆうこです。いつもご視聴ありがとうございます。最近ニューヨークなんですが、だんだん寒くなってきまして、もうイルミネーションもね、綺麗になってきてるんですよ。まあそんなニューヨークなんですけれども、今、もうね、ニュースでもご覧になったと思うんですけども、まあインフレで今物価がすごく高くなっています。今日は、まあ、そんなニューヨークから、まあ、いろんなお店にね、私も生活しているので、まあ、スタバに行ったりとか、スーパーに買い物行ったりとかしてるんですけども、今日はね、どれぐらいね、なんか去年、2021年と比べて値段が上がってるのかっていうのをね、ご紹介したいなと思います。では、まずホールフーズから店舗よく行きたいと思います。いきなりですが、チョコレートパン。こちらは去年まで6ドル79やったんが、今年は8ドル39で 24% アップで1000円超えています。そして冷凍のパイなんですけれども、私チキンポットパイが好きなんですけれども、去年は3ドル99で安かったのに、今年は5ドル29で 33% アップで今800円しています。高いですよね。だからね、ランチでね、食べてたんですけど、なかなか食べられなくなりました。そしてピザ、2スライスで去年までは7ドルやったんですけれども、今年は7ドル50セント、まあ、7% しか上がってないんですけれども、日本円にすると1100円超えています。そして次に卵です。卵はだいたい4ドル台っていうのはニューヨークでは普通なんですけれども、ホールフーズで一番安い卵は去年まで2ドル99セントやったんが、今年は 13% アップして3ドル39セントになりました。そして6ドル99セントの卵も売れています。次に野菜をちょっと見たいと思います。私ね、パプリカ好きなんですよ。パプリカはセールで3ドル49で、こちらも524円と高くなっています。ホールフーズね、パプリカ高いんですよ。あとターゲットもちょっと高いなと思うんですけども、こちらのサラダ用のほうれん草とか野菜ですね、これはまだお手頃な価格じゃないかなと思います。2ドル49セントです。そしてチキンは10ドル前後ですね。アメリカでは結構よくチキンを食べたりしますし、まあお肉はね、ホールフーズ安くないと思います。そして一番安いチキンは7ドル59ですね。これはただ少量入ってたというだけでちょっとお安くなっていました。そしてニューヨーク、まこさんもパパラッチされていたお店なんですけれども、ニューヨークのローカルスーパーマーケットも見てみたいと思います。まずね、ドーンと出てくるのが、あのフルーツ結構いっぱいあるんですよ。アメリカ人ね、結構フルーツ好きです。はい。で、夏の間は私こんなね、あのパックに入ったスイカとかでよく食べてたんですけども、こちらが1パックで4ドル69セントで、日本円で700円。そしてバナナはだいたい3本ぐらいで1ドルぐらいかなと思います。こちらまだ良心的なプライスじゃないかなと思います。そしてさっきのサラダ系の野菜なんですけれども、ホールフーズよりもちょっとやっぱり高くなります。はい、こちらはもう日本円で900円ぐらいしてますね。で、こちらのお店にも生姜とかトマトとか、もちろんニンニクとかいろんなものが売っています。で、ホールフーズとかよりはちょっと高めになっています。そしてローカルスーパーマーケットの一番安い卵のお値段は5ドル49で、こちら824円ぐらいしています。で、大体あのスーパーに行って安いものっていうのは目線になくって、目線の下か上にあります。チェックしてみてください。で、次にトイレットペーパーです。こちらは安いブランドのトイレットペーパーが7ドル59、こっち4つしか入ってません。で、この店で一番安いトイレットペーパーは4ドル49で674円ぐらいします。トイレットペーパーアメリカ高いですね。そして次にペーパー、キッチンペーパーですね。で、こちらも1ロール360円ぐらい。これは日本より高いですかね。ちょっと無印も見てみたいかなと思います。無印、もうね、寒くなってきたらこんなお茶のラテとかがすごく美味しくなると思うんですけれども、こちらは4ドル90セントでアメリカで売られてますが、まあ、日本では390円くらいで買えるものじゃないかなと思うんですね。はい、日本で390円でニューヨークで4ドル90セントやったら別にそんなに悪くないなと思います。そしてこちらは柚子のジャム、めちゃめちゃ美味しそうやなって思ったんですけれども、こちらのお値段が7ドル90セントで日本円にすると1186円になります。で、またさらに美味しそうなもん見つけちゃって、これがあんこなんですけども、このあんことバターね、パンに挟んだらもう絶対最強に美味しいなと思うんですけども、こちらは日本円にすると1900円超えてますね。アメリカドルで12ドル90セントです。そして次にスターバックスです。これね、スターバックス最近めっちゃ値段上がったんですよ。で、行く回数を減らそうと思うんですけど、やめられないっていうね。
はい、こちら一番安いアメリカーノのコーヒーで4ドル25セントです。638円で、私がいつも10月にね飲んじゃうのがパンプキンスパイスラテ、こちらトールサイズでも7ドル34セントです。で、食べ物を買うと、まあ、4ドルからかなっていう感じですね。サンドイッチとかはもっと高いです。で、ちなみにスターバックス、まあ、至る所にねこういうねニューヨークのカップとか売ってるんで、マグカップとか可愛いのでお土産にどうでしょうか。で、次にニューヨークの外食もちょっと見てみようかなと思います。こちらはブライアントパークの目の前にあるアメリカンビストロのお店です。 Google で見ても 4.4 スターということで、すごく人気のお店だと思います。ちなみにこの Google を見た時に、まあ、ダラーサインが2つということは、まあ、お手頃なお店ですよってサインなんですね。なのでこのダラーサインが3つになったり4つになったりするとすごい高いお店ということです。なのでここのお店はまだお手頃なお店ということでご紹介させていただきます。そして私がまずオーダーしたのが、アイスティーでございます。こちらはまあ5ドルか6ドルぐらいやったんちゃうかなと思います。ちょっと値段の方は忘れてしまいました。で、今日は平日ですね。平日のランチ、店内はほぼ満席になっていました。そしてこちらがメニューになります。ただちょっと見にくいですよね。だからこれからちょっと紹介していきたいなと思います。そしてまず、グループで行きますとアパタイザーをみんなでシェアするために頼むのが一般的じゃないかなと思います。この日はツナタターを頼んで29ドル、こちらが日本円にすると4355円。そしてマッシュルームのピザみたいなのをまあシェアするために頼んだんですけれども、そちらはすごい小さいポーションで25ドルしました。この日はまあ7人で行ったんですけれども、やっぱりちょっとアパタイザーというのはポーションがすごくちっちゃいので、まあ、3つか4つぐらいはいろいろ頼んだ方がいいかなと思います。そして私が頼んだのはホタテとカリフラワーのディッシュです。こちらは47ドルで日本円にすると7000円を超えていました。ちなみにホタテは5つしか入ってませんでした。はい。そして私の知り合いが頼んだのがトリュフのリゾット、そして魚のディッシュ。トリュフのリゾットは、まあ、51ドルで、まあ、日本円にすると7600円。そしてお魚のシーフードですね、シーフードは、まあ、47ドルでこちらも7000円を超えていました。別に今日ご紹介しているお店は特別に高いというお店ではなくって、ニューヨークではもうダラーサインが2つ、Google でね2つだけのサインの、まあ、一般的なアメリカのレストランでご紹介させていただいております。そして次は、こちらハンバーガーとポテトなんですけれども、これはあのアパタイザーとアントレーとデザートがついてくるレストランウィークのメニューの一つだったんですね。3コースになって45ドルです。なので、まあ、お得やということで、まあ、レストランも混んでいたのかもしれないんですけれども、まあ、ランチで45ドルなので、まあ、6758円、安くはないなと思います。そしてお友達はチーズケーキをつけました。ニューヨークチーズケーキ、こちら単品で頼むと12ドル、約1800円します。そして私は単品でチョコレートケーキ10ドルのものを頼みました。こちらは1500円ぐらいしました。そしてチェックには 8.875% の消費税がつきます。約 9% ニューヨーク消費税あります。では今回7人で平日のランチに行っていくらかかったのか、それは664ドルです。日本円にしまして99,713円かかりました。そしてこのお値段にはチップがまだ入っていません。だいたいグループで行くと6人以上で行くと、まあ、基本 20% 以上チップを置くっていう風な感じになっているので、ここに 20% まだチップが乗っかかってきます。では合計金額の発表です。まあ、そんな大したことないんですけれども、今回は7人で平日のランチに行きました。合計金額は797ドル、日本円にしまして119,685円になりました。
非常に高いですね。はい、ニューヨーク、まあ、昔から外食をすると結構なお金になっていたんですけれども、まあ、一人でご飯を食べに行っても、まあ、30ドルから50ドルぐらいはするし、あと、まあ、二人でご飯食べに行ったりとかすると、まあ、80ドルとか、まあ、ちょっとね、あのナイスなところに行くとやっぱ100ドルとか二人で行くと超えてしまうので、やっぱりあのこれは円安に買えなくても、まあ、円に買えなくてもアメリカ人っていうか、まあ、ニューヨークに住んでる人にとっては、うん、今のニューヨークでの外食っていうのは非常に高いんじゃないかなっていうふうに私は感じています。このようなニューヨークの動画を作っています。もしニューヨークに興味があったりとか、まあ、アメリカ生活に興味があるという方、またはなんか英語の勉強をしたいとかね、いろいろ何でもいいので、もし知りたいことなどがあればあのコメント欄でまた教えてください。はい、チャンネル登録していただけると、あとグッドボタンなどしていただけるともう非常に励みになります。どうも今日もご視聴ありがとうございました。